まあ毎日私自営業の手伝いバタバタでクリスマスどころじゃねえけどね。今回はここで私服させてくださいよ。今年クソレブのクリスマスプレゼントはこの子たちで決まり。え、 4% もあるの？いいの？いや、マジでさ、ホワイトサーバル迎えられたら最高のクリスマスなんですけど。あ、0.4 か。そう思うとかなり低いな。もっと、あれ？あ、なんだ、ここも出るんだ。あ、なるほどね。そういうことか。そうだよね。で、確率 0.4% じゃ計算合わないもんね。ということは？あ、いかない！まだまだチャンスあるじゃないの、今年！まあ、さすがに今回はホワイトサーバルとかそっち狙いますけど。よし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 。では、今回は、ステップ5まで引いていくので、キラキラ1250個ガツンと使っていくぞ。無課金プレイヤーとしてはかなり大きな投資になるからな。いきます！どうかご加護！ラッキー！ありがたい！良きクリスマスを、良きクリスマスを、私にどうか良きクリス、わー、冷てー。な、あ、金。お、やはり確率高いぞ、これ。全然あるね。ただ、一応、マレーバクさんに挨拶できる形にはしたいかな。私のアカウントはもうそういう風にできているんだ。もうどんどん設定おかしな方向に行ってるよね。なんかその分だけ、もう編集の手間がかかるようになっちゃったんだよね。あー、来年もっとさ、軽くていいと思うんだよね、編集。なんか毎回毎回なんか手間かかってる割にね、そこまでね、時間近いからさ。あ、ことか。まあ、バッチではなかったか。はい。なるほど。はい、ありがとうございます。まあ、最初はこんなもんね。はい。では、2巡目。ジャパマン400個ありがたいね。そのついでに、どうかご加護を！ラッキー！ありがたい！さあ、まずはマレーバクさんから会うよ。あ、お前失礼しないからね、前回の動画から。もう帰る。ほらね、もう、これもことですね。わかる、もう。もう、こっちは自分の動画見返して研究してるから、もう舐めんなよって話ですよね。いや、まず、伊達にガチャ引いてねえからな、無課金プレイヤーなりね。むしろ、無課金だからこそ本気になれる部分もあるからさ。てか、やべえな。マジでマレーバクさん最近会ってねえぞ。クソ、意識してからかな、かな。あ、来た、マジで来た。あ、こんにちは。これを見たかったんだよ。激アツ演出。さあ、これで、あれだぞ。来たぞ。ちょっと、あと、あ、これ何枚目だ、あと。ここで、あ、ここちょっととりあえず、来るか？ちょっとわからんな。これ、来ないか。いや、でもまだ可能性はあるよ。可能性は十分ある。うわー、まあ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 。お、強い！お、久々に見たこのフォト。いや、これね、もっと集めたいのよ。高難易度で。おーっしゃ。まあ、これで、あ、まだある。え、これ何枚目今？これで最後か？あ、まだある。お、演出、うわー、ないか。あー、ここではなかったか。くそー。まあ、でも、当たり、フォト当たったな。よし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 。ってことは、この効果まだあるでしょ？ははは。で、次、2倍か。まあ、それはどうでもいいわ。よし、行くぞ。行け！マレーバク！どうかご加護！ラッキー！あげたい！バクさん、お願い！嘘だ！おめえお読みでないよ！まあ、これが見たかったんだ！すげえ！このアカウント！うわぁ、ジンクスバカにしちゃいけねえよ！新井様、そしてバクさん、私はいつだって信じてるんですよ。これは熱いぞ。まずは一人、ホワイトサーバルがいいな。マジでさ、最高のクリスマスを迎えさせてくださいよ、私に。よし、よし。あ、まだ来ないか。おらんな、どこだ。あ、じゃあ、お願いします。あれ、ねえ、待って、予想外すぎだ、それは。嬉しいのに違うよ。そこで来られますか。まあ、そういうことか。激アツでしたわ、確かに。これは予想しなかったな。お、金、あ、これ、じゃ違うか。あれ、0.066% でしょ。すごいわ、逆に。終わった、そう。マジかー。そういうことかー。なあ、サーバル、厳しいなー。まあ、わかりました。気を取り直していきましょう。さあ、ステップ4だ。これもありがたいな。虹。いきます。どうかご加護！ラッキー！あげたい！面白いな、このゲーム。来年も絶対毎日やるわ。あー、くー。まあまあ、まだわからないわ。あー、そういえば、課金の話なんですけど、ちょっとまだ、やめときます。一応私も、今日まで、このバクさんは違うわ。はい。一応私も今日まで無課金プレイヤーとしてやってきましたので、あのフォト欲しかったんですけど、またいつか来ることを信じて、今回は諦めます。ちょっとね、あれのポスターをね、貼るのも、ワイワイツリーハウスでね、貼るのもちょっとバカみたいな気がしますので、新井様に顔向けできないんですよ。はや。バクシー、はや。これはでかい。はい、ありがとうございます。お願いします、ステ
スマスプレゼント。え、絶対来ると思ったんだけど。2回もすり抜けるなんて今まであった？マジよ。金、いや、頼む、もう一回。やったー！いやーいやーなんでだよ。0.6%ホイホイ出してくんだよ。だったらよ、十分可能性あるじゃねえかよ。もうなんかコメント思い出したわ。あのすり抜ける辛さってこうなんだね。すっごい身をもって感じたわ。ああ俺のクリスマスだ。はあ、暑い、全身汗まみれだわ。3枠目、これは正直すごく嬉しい。クリスマスプレゼントにふさわしい。君も3枠目だったっけ。ああ、もしかしたら来年活躍するかもね。これが一番困るな、5枠目が。なんか、あれ、嬉しさがガクッと下がっちゃうね。しかし、久々にロイヤル出たなー。まあ、皆さんはぜひぜひ、良きクリスマスを迎えてください。私はクリスマスも自営業の手伝いでございます。楽しい！